エレクトロライナー。エレクトロライナーは、シカゴ・ミルウォーキー間で営業していた、シカゴ・ノース・ショア・アンド・ミルウォーキー鉄道、通称、ノース・ショア線で運転された高速急行用、イター・アーバン電車の名称である。この電車は、セントルイス・カー・カンパニーで1941年に製造された4車体連接構造の流線型電車で、電装関係はすべてウェスティングハウス社が担当している。 その駆動装置にナタール社と共に開発したカルダン駆動の一種である最新式の WN 駆動を採用した点が特筆に値するに編成が製造され、それぞれ801から802、803から804の車両番号が与えられた。流線型の2両の戦闘車の間に2両の中間車を挟んだ4両で構成され、各車両間は 連接構造となっていた。先頭車は、側面の客用扉を挟んで、普通席30席と喫煙席10席に分かれていて、トイレもついていた。客用扉にはステップがついていて、平用軌道場、低床ホーム、高床ホームのすべてで乗り降りできるようになっていた。中間車は一両は40席の座席車で、もう一両は26席のタバーンラウンジカーであった。 すべての車両が冷房化されており、これはインターアーバンや路面電車の車両では初めてだった。また、先頭車の連結機は収納式で牽引時のみ引き出して使用した。これらの編成は、シカゴエルやループの高床ホーム、急な曲線、狭い車両限界で運用されることや、ノースショアー線の本線において時速80マイル。 時速百三十キロメートル以上の速度で走行すること、そして、ミルウォーキーのターミナル近辺において、平洋軌道を走行することを前提に設計された。連接構造であったことから、連接構造ではない電車に、特有の横方向の振動がなく、乗り心地が向上した。エレクトロライナーの外観は、パイオニアセファーに似た流線型をしているが、ノースショアー線の従来型の車両以上の速度では、 走ることはできなかった。半出の運転台に隣接する先頭の座席からは、ドアが開け離されていれば旅客は、デンプスターストリートからノースシカゴジャンクションまでの長い、直線区間において、速度計が時速90マイルおよそ時速 144km を指すのが見られた。1941年に車両が受領された時、試運転において、 最高速度を測るため手電動機の出力を最大にした。時速110マイルを少し超える程度の速度に到達したが、踏切が閉まり切る前に踏切を通過する危険な状況となってしまった。それによりこの電車の最高速度は時速90マイルに制限された。鉄道ともの解散予の白井明は、エレクトロライナーのおよそ15年後に製造され、 日本の高速電車の先駆けとなった小田急ロマンスカー s E 車について、この電車が影響を与えた可能性を指摘している。ノースショアー線の1940年の財務状況は悪く倒産の淵に立たされていた。世界恐慌の影響がまだ感じられ、また近接するシカゴノースウェスタン鉄道やミルウォーキー鉄道などと競争にさらされていた。 すべての設備は1920年代には建設されていて摩耗が見えていた。しかし、ノースショアー線はシカゴとエヴァンストンの境界からシカゴエルのループにある利便性の高いの間を走っていた。ノースショアー線の労働組合に加入している労働者たちは路線がなくなれば職を失うことを心配しており、旅客輸送を活気づけるために 新しい流線型電車を導入することを経営が提案したとき、従業員は給与を削減することに同意した。この電車は、セントルイスカーカンパニーとノースショアー線の技術職の人々によって設計された。1941年に車両が到着すると、一般の人々からは好評であり、景気も回復し始めていた。収入は増加し、古い設備は改装され、 外観や快適性が向上し、ノースショアー線は中西部のありふれたインターアーバンから2つの主要都市の間を高速で走る高速の近郊通勤路線へと変化した。1960年代になると高速道路との競争により客を奪われ、収入は激減し、維持費や運営費が増大し1963年1月に路線は廃線となってしまった。 1963年1月、シカゴノースショアンドミルウォーキー鉄道での運行が終了すると、エレクトロライナーは、レッドアローラインズとして知られる、フィラデルフィアサブアーバントラスポーテーション、現南東ペンシルベニア交通局、通称、セプタへに編成とも売却され、リバティライナーとして運行された。トロリーボールとステップは撤去され、中間車にも扉が追加された。第三機場と、 高床ホームが用いられているペンシルベニア州アッパーダービーとノリスタウンを結ぶノリスタウン高速線で運するため終電靴が更新された。タバーンラウンジカーは営業を続けていて朝は朝食を夜は飲料やおつまみを提供していた。801から802編成はバレエ法事、バレエ法事803から804はインディペンデンスホール。 インディペンデンスホールと呼ばれた。1976年に退役した、エレクトロライナー801から802は1960年代の初期の状態に復元され、に保存されている。この保存者について、同博物館では、エレクトロライナーのデビュー75周年を迎える2016年に、胴体復元させことを目指しており、公式サイト上で、一口25ドルより寄付を募っている。 エレクトロライナー803から804はペンシルベニア州オービソニアにあるロックヒルトロリー博物館にリバティライナーインディペンデンスホールとして保存されている。カーンコーからホスケールで MDH からオースケールで発売されている。かつて新中製品が複数の会社から発売されていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。